セッテカマラ、レッドブルで F1 昇格の可能性を模索。レッドブルとアルファタウリのリザーブドライバーに就任したセルジオ・セッテカマラは、これが F1 昇格の可能性が最も高い選択肢だったと言います。昨年 FIA F2 に参戦し、ランキング4位となったセッテカマラは、マクラーレンのテストドライバーも務めていました。しかし F1 昇格を考慮すると、アルファタウリを含め4つのシートがあるレッドブルの方が可能性が高いと判断し、レッドブル入りを決めたと言います。マクラーレンかレッドブルのいずれかを考えると、レッドブルにはいくつかの選択肢がある。僕らはオープンな契約だ。フリー走行の出走回数が決まっている契約なら、それはドライバーかスポンサーがチームにお金を払ったことを意味する。でも僕はそうではない。チームはドライバーとして僕に興味を持ってくれていて、もっと興味があればより多くの機会を与えてくれる。それはまさに僕が求めていた契約だったんだ。はい、はい、え、じゃあ彼は走るんですか、金曜日に。いや、走んないです。お金払っていないので、うん、私は走りませんという、今の状況では、うん、走るという契約は含まれてないんですよって言ってるんですね、うんうん、ただ、まあ、レッドブルが興味持ってくれれば、うん、要するに、まあ、スーパーフォミュラで走って、うん、お、こいつ乗せてやってもいいんじゃないかってなれば、FP1 乗れるかもしれないなって言ってるわけですよね。うん、でもなんかこれだけパッと見ると、まあ、まあ他のやつらは、まあ、あの金払ってから乗ってるんだけど、僕はお金払わないけど乗りますよっていうふうに一瞬思っちゃった。いや、違いますね。違うんだよね、うん、要はお金がないってことね。ないです要するに今リザーブドライバー就任、今年フリー走行何回出走ってこう最初にリリースに出てる人はお金払ってるから、そのお金の金額に見合った回数がそこに書かれてるっていうことで、僕の場合は回数書かれてなかったでしょ、つまりお金払ってないってことなんだよ。チームと純粋にチームがドライバーとして評価してくれたから、じゃあリザーブドライバー契約結んどきましょうっていう契約なんだよって言ってるだけですね。お金が動いてないよって。もしかするとチームからいくらかね、そのチームと帯同することに対して、まあ、1000いくらっていくらかサラリーをもらうかもしれませんけどね。なるほど、うん、じゃあ、日本に来るあのにはお金はチームから出てない。そこがだから、逆に太郎さんには教えてもらいたいんですけど、うん、まあ、スーパーフォミュラに参戦してるわけじゃないですか、今年彼は、うんうん、まあ、確かに F2 の時は早かった、ランキング4位、うん、ただ、まあ、一発の速さはあるけど、うん、まあ、ちょっと安定感ないというか、ムラッケがあるんだよねっていうのがブラジル人ジャーナリストの評価でした。うん、はい、まあ、ただ、ね、バズレーシング with BMAX だから、まあ、バズさんがメインスポンサーって、まあ、チーム1台分多分バズさんが面倒見てるってことだよね、はい、多分 BMAX さん今年苦しいからっていうことで、はい、だから2台でチーム名前違うもんね、はい、うん、でもなんか横にスポンサーに入ってたね。あれがだから彼のブラジルのスポンサーなんですよ。だからそこがまあいくらか払ってるのか、それとも全く払わずに、うん、まあ、バズさん、うん、バズレーシング with BMAX は乗るドライバーがいないから、うん、じゃあセルジオセッテカマラ乗せてあげるってなったのか、うん、その辺の関係値は僕は全くわからないし、去年、まあ、ホンダさんと関係がありつつも今年ないというか、うん、まあ、むしろマクラーレンのパートナーになってるバズさんがやってるチームに、うん、セルジオセッテカマラが乗る、レッドブルのドライバーが乗るっていうのがちょっと普通ではありえない関係値になってるんですよ。ホンダ、まあ、BMAX さんをまあ置いといて、うん、ホンダ、レッドブル、マクラーレンっていう、うん、これなんか入り乱れたのって普通ありえないんですよ、この構図として、うん、なるほど。でも単純に F1 は全く関係なく、ドライバーとしてスケジュール空いてるんだったら乗りませんかって、うん、まあ、サラリー渡して乗ってるのか、もしくはまあお互いトントンでやってるのか分かりません。そこは全く僕には分からない。普通のその招集官ではない話だから、うん、まあ、だから、まあ、少なくともドレッシングが期日までにお金を振り込まなかった
っていうところが多分スタートしてて、はい、最初はピエトロ・フィッティパルディ選手が、うん、乗るっていうね、1月の時点でそうだったんですよね、うん、ソフトサロンで発表された時に、うん、そういう話だったよね、うん、だけどまあ案の定前例があるから先に払ってねって話をしてたんだと思うんだよね。でも多分期日までに払わなかったから、うん、でどうしようっていうところで、もともとだから BMAX さんは去年はレッドブルカラーで走っていたけど、うん、今年はもうそもそもなかったわけですね、1月の時点で。だからレッドブルとの関係値はまあないわけですよね、うん、まあ、元パーク経由で何かあるのかもしれないけど、うん、だからピエトロ・フィッティパルディが払わなくなった時点で、うん、バズさんと話をまとめたってことですかね。多分ね、推測するには、うんうん、まあ、バズさんとは、まあ、多分突然降って湧いたわけではなくて、もともと知ってる中で、うん、まあ、そういう状態になったから、まあ、相談したんじゃないのかな、うん、で多分バズさんが、うん、まあ、設定カメラを載せるんだったらいいよって言ったら、ちょっとその辺は分からないけどね、うん、まあ、機会があれば聞いてみるけど、まあ、機会はしばらくないと思うんで、うん、じゃあ LINE してみましょうか。YouTube あるあるで LINE。ポポポポポポロロン。あ、ポロロンってね。まあ設定カマラとすると、うん、その去年まで普通走って、まあ、スーパーライセンスポイントは獲得しました、うん、スーパーライセンス取れる状態になりました、うん、でも今年 F2 にもう乗るお金は十分ないです、うん、でまあ実際もうスーパーライセンスも資格は持ってるんで、うん、スーパーライセンスそのものは持ってないにしても、うん、取れるんで、F2に参戦し続ける意味もないと、うん、だけど、F1 を諦めることも嫌だと、うん、で F1 諦めないためには、つまり来年2021年に乗ろうと思ったら F1 のパドックのどこかにはいなきゃいけないから、うん、レッドブルと話をして、うん、まあ、レッドブルのリザーブドライバーという形になってる、うん、その契約を持って、スーパーライセンスを取得することができる、うん、でこれ、まあ双方にとってまあハッピーな話じゃないですか、うん、レッドブル側もまあなんかレギュラー陣何かあった時に乗れるリザーブドライバーって、まあ、ブエミがいたけどブエミはまあ正直乗れるとは思えないので、うん、すぐに出れる人はいない、うん、だからまあレッドブルとしても別にこれはいい話です。で、まあ、セッテカマラとしてもいい話です、うん、でそこまではいいじゃないですか、うん、じゃあなんでセッテカマラが、マクラーレンのパートナーのバズさんのスーパーフォーミュラの車に乗ってるのかなっていうところが、まあ、多分、まあ、これは太郎さんの勝手な思い込みだけど、バズさん的にもこの設定カマラを乗せることによって、この設定カマラが無限のレッドブルカラーのもう一人ジュニアでしょ、はい、をやっつけちゃえば、はい、うん、カマラはうちのドライバーだ。設定カマラ、はい、うん、マネージメント契約結んでる可能性あると、うんうん、だからでその 本家のレッドブルカラーをスーパーフォーミュラーでやっつけて、はい、うん、さあレッドブルさんどうしますか、ホンダさんどうしますかってやりたいんじゃないかな。違うかな。まあ、まあその可能性もあるかもしれないですね。マネジメントとしてはマネジメントとして、まあね、イゴール・フラガー選手みたいな感じで。そうそう、だからやっぱり本家をやっつけに行くっていう、うんうん、まあ、最近のレッドブルあるある難しい。まあだから正直言うと、うん、その今年 F2 に日本人3人挑戦しますよ ね、まあ、そうだね、3人で彼らも当然 F1 に行きたいと思ってそこに挑戦するわけです、うん、まあ、それぞれ状況は違うし、うん、思いも違うけれど、うん、まあ、彼らも F1 を目指して今年 F2 戦います、うん、で彼らとしても当然 F1 に行くためには、うん、まあ、ホンダっていうのが一つ、まあ、鍵というか、まあ、それ以外でっていうのはなかなか、うん、まあまあね、よっぽどもう F2 の中でダントツに速くてチャンピオン取れば他のメーカーから引きがかかる可能性もあるけど、当然彼ら3人の中でも F1 に行こうと思うとホンダさん、うん、つまり、レッドブルもしくはアルファタオリっていうシートを視野に入れてるわけじゃないですか、うん、だから、まあ、我々日本人、日本のファンとしても日本人に乗ってもらいたいという気持ちはある人はほとんどだと思うし、うん、応援したいですよね、うん、けどそこに対して彼らが、まあ、レッドブルなりアルファタオリのシートを獲得することと、このセッテカマラ選手が、うん、今年レッドブルのリザーブになって、うん、来年の昇格を目指すことってこれ相反しますよね、うん、あ、なるほどね、うん、だから、うん、正直だから日本人としてはすごくこう、うん、複雑というかすっきりしないものが、純粋にじゃあセッテカマラ頑張れとは言えない、うん、ですよ、うん、まあ、もちろん そういうの全く抜きにして単純にドライバーレースとして応援するのは全然応援するけど、うんうん、でもなんか超大物が来たぐらいな感じでみんな喜んでたけど、毎年言ってますよそれ。
じゃあ去年 F2 見てセッテカバラ超モノがランキング4位って言ってたんかっていう話で、うん、っていう感じがします。だからまあ日本人としてはちょっと応援するの、うん、応援しにくくないっていう気がしますけどね。まあまあまあ確かにそうだね。だから彼が活躍すればするほど日本人にとっての門が狭くなっていくし、出口が狭くなっていくってことだよね。もちろん今年アルファタオリのドライバー2人ともダメで、うん、2人昇格ってこともあるかもしれないけど、うんうん、まあ普通で考えたら、ね、2人ガラッとは変えないと、ね、1人変わるか変わらないかっていう、うんうん、変わって1人ですから ね狭き門だもんね、うん、そこにだから今5人いるってことか、日本人、まあ、狙ってる日本人3人とで日本に来てる2人と、はい、うん、すごい戦国だね。だからそこに対してセッテカマラ、もちろんレッドブルが選んで彼リザーブドライバーにしてるわけだから、うん、別にそれは全然構わないし、まあ、それによってね若手にプレッシャーをかけようっていうのもあるだろうけど、うん、そこにスーパーフォミュラーに乗せてあげる義理って 何があるのかなと思ってるんですけど僕は。なるほどなるほど。別にもちろんバズさんがバズさんのお金でやってることだし、うん、彼らの狙いがあってやってることだから、うん、外部の人間がどうこういうことじゃないんですけど、うん、まあまああえて日本でやらせる、ね、チームを立ち上げられた、うん、ということは、まあ、何かその F1 との何かを作りたいってことだよねと思うしかない今のところね、うん、何か壮大な計画が、壮大な計画が、うん、はい、まあ、ちょっとその壮大な計画をね楽しみにしつつ、うん、まあ、この日本で、走るレッドブルドライバー2人、もちろんその応援することは別にいいことだとは思うんだけれども、うん、皆さんが一方で待ち望んでいる日本人ドライバー誕生の足かせになるかもしれませんよと、そういうニュースということでよろしいですか。はい、まあ、バズさんを批判するつもりはないんですが、ああ全然全然個人的にはそういう気持ちになっちゃうなっていうことですね、うん、はい、てかまあそういう気持ちになる人が多いんじゃないかなと冷静に考えたら、冷静に考えたらねっていう気がしました。たぶ、うん、だからのこう言われて初めて、ああもう本当にそういうことかっていう、はい、というニュースでございました。